動画冒頭から皆さんにアンケートを取りたいと思います。1ヶ月間無課金で装備資源貯めたらどこまで育つのかという企画を計画しておりまして、で皆さんどの装備を上げてほしいか、レベル1から上げてほしいか、ぜひコメントの方よろしくお願いいたします。はい、どうも皆さん、こんにちは。ツイッターにて海外の公式情報などを和訳してね、ツイートしてくださってる、情報を発信してくださってる、クロージさんがですね、もう装備、ヒーロー装備の資源について、興味深いことね、結構ツイートされてますね。今回そちらね、まとめてね、お送りしていこうと思います。かがちゃんの、ケースケ一曲の、ケースケです。ポン!ということで、クロージさんですね。はい、こちら、いつも、ツイート、ね、和訳、ありがとうございます。もうね、皆さん、ツイッターやられてる方、もうぜひね、フォローしましょう、クロージさんのこと。マジでほんとね、いつもためになります。で、そんなクロージさんがね、ほんとね、ヒーロー装備やってきました。資源装備ね、集まりにくい装備資源。はい。なので、まあ、それに関してね、いろいろ興味深いツイートをしてくださったので、今回そちらね、お送りしていこうと思います。あ、ちなみになんですけど、まあ、結構ね、装備資源集まりにくいっていうコメント結構つくんですよ。つくんですけれども、言ってしまうと、まだ、ヒーロー装備やってきて3週間経ってないです。はい。公式さんは結構ね、アップデートで新コンテンツ出した時に、やっぱユーザーの声とか、育成状況ってやっぱ見るんですよ、データで。データで見て、じゃあもっとこうね、稼ぎやすくしようとかね、いろいろ調整してくださるんで、まあ、今後ね、クランリーグとか、あとはゴールドパスとか、なんかそういったところで、獲得できるね、チャンス増えると思いますんでね、多分安心してくださって大丈夫だと思います。はい。なのでね、クラガードがほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、チャレンジ攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、クロージさんがね、ツイートしてくださったヒーロー装備の資源についてのツイートとかね、データ、いろいろ見ていきたいと思います。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケースケの入力をよろしくお願いいたします。はい。それではね、まずね、今回の動画の目玉、サムネにもなっております。はい。コンセプトアート。鉱石鉱山のアイディアが素晴らしいと、界隈で話題に。夜村のエメラルド鉱山のように、鉱石を生み出す、鉱石鉱山があったら、というアイディア。界隈からは、スパセル実装しろの声が多数。ということで、はい。画像で実際見てみましょうか。これよくできてますね。素晴らしいですね。これね、できたらめちゃくちゃありがたいですよね。意外とね、大工の拠点のエメラルド鉱山も、バカにできないんで、あれ、レベルマックスにした方がいいですよ、皆さん。はい、これね、欲しいですね。まあ、できれば、大工の拠点の方がいいか。自分の村だと、ちょっと施設数が、タウンホール16とかだと多くなって、施設100個以上問題がね、また出てきちゃうんで、まあ、出てきたら嬉しいですよねっていう。で、界隈から自走しろっていうね、声が多数ありますんで、ひょっとしたらね、実装ね、春のアップデートとかで、あるんじゃないかなって、はい、思ってます。で、次、クロジさんですね。ノーマルのヒーロー装備のアップグレードに必要な日数ですね。こちらも算出してくださって、で、クラン対戦に参加しない場合です。クラン対戦に参加しないで、で、そのトロ隊で、毎日ね、星ボーナスもらった場合、どれぐらいでノーマル装備カンストするかっていうツイートもされていました。で、そうすると、マルチのみで、マルチだけですよ。レベル18まで上げるには、レジェンドでも36日かかると。で、低トロ隊になればなるほど、より日数がかかり、レジェンドと比較すると、マスター2で約2倍、クリスタル3で約3倍の差にっていうことになります。なので、まあ、高い単砲隊の人ほど、トロフィーね、やっぱレジェンドリーグとか上げた方がやっぱ、いいです。で、実際に画像ですね、表、はい、これに、ね、拾ってきてくれました。だいぶ違いますね。36日ですからね、日数的に。はい。なんですけども、まあ、高い単砲隊の方は、人たちは、レジェンドリーグでいいと思うんですけど、そんなに中単砲隊ぐらいの人、11とか12とかの人は、そんなに、新しいヒーロー装備とかもあるわけでもないし、なので、まあ、単砲11から12とかの人は、まあ、そんな言うてね、日数そんなかかんないかなって、個人的には思ってます。で、さあ、じゃあ、対戦を含めた場合、どれぐらいかかるのかっていうのをね、毎日ちゃんと対戦した場合は、じゃあどうなるんだっていう気になりますよね。それでもうね、
計算して出してくれてましたよ。本当にありがとうございます、黒字さん。はい、ノーマルのヒーロー装備強化に必要な鉱石数とエメラルド数一覧も出してくれてまして、で、かつですね、レジェンドプレイヤー、かつ常時対戦クランで全勝したと仮定した場合、ノーマル装備はなんと、レベル18までに必要な日数は約14日。はい、約14日ほどで。なんか、ノーマル装備でね、完走できるみたいです。これちょっと、びっくりしましたね。で、まあ、全勝しなくても、まあ、言うて18日とかなんか20日とか、なんかそれぐらいらしいです。なので、ちゃんとレジェンドで、星ボーナスを獲得した上で、で、対戦ね、ちゃんと毎日対戦で勝利してれば、まあ、勝利していなくても、まあ、それぐらいで、まあ、完走できるみたいです。で、一応ね、はい、参考資料の、はい、画像ですね、黒字さんが拾ってきてくれた、はい、各レベルでかかる、あれですね、表ですね。はい、こちら、貼っておきます。そうですね、パープル鉱石もね、意外と結構かかりますよね、育成してて。はい、感じたのは。うん。あと、エメラルドで結構5700とかかかるのか、結構高いですね。レベル18になると。で、次ね、話したいのが、なんとね、今ね、はい、タウンホール11から15あたりの、ウォーデンのエターナルトームが長くなりました。アップデートによって。はい、ぶっ壊れだと話題になってるみたいで。なんとなんと、タウンホール11で、ウォーデンのエターナルトーム、カンストさせると、びっくり3秒も長くなります。はい、今までのタウンホール13レベルのトームが11で使えるっていう。これ、やばいっすよね。で、まあ、高いターンホールになればなるほど、まあ、1秒ぐらい、15だったら 0.5 秒しか長くなってないんですけど、まあ、でも、長いっすよね。はい。これほんとびっくりしました。なので、まあ、ウォーデンのエターナルトーム最優先ぐらいになりますかね、優先度的には。めちゃくちゃ長い。低ターン包帯で、低ターン包帯、まあ、もうなってきますね、ターンホール11あたりだと。なってくるかもしれないですね。簡単になりすぎることに対して賛否が分かれるとの、ことです。個人的にはね、どんどんね、高いね、ターン包帯ね、実装されるために低いターン包帯の全開難易度ね、下がっていいと思うんすよ。で、低いターン包帯の、各表ですね。はい、画像、こちらね、出してくれてました、黒字さん。いつもありがとうございます。意外と12レベルか、ターン包11の最高レベル。うん。で、なりますんで、あ、ターンホール14で、もうそうか、ウォーデンのエターナルトームカンストできんのか。あ、これめちゃくちゃいいな。だからタウンホール14でも最高レベル到達できるんで、まあそれは強いっすね。そりゃ強いわ。じゃちょっとタウンホール11のアカウントあるんで、ちょっと今見てみましょうか。俺今何レベルだ。カンストしてるんですよ。もうすでにレベル50だったんですけど、あ、レベル8なのか、エターナルトームのレベルって。うん、今までのカンスト。ね、アップデ前の、ヒーロー、ウォーデンレベル20だと。はい、レベル8なのか。これを、表と、こう見比べてみましょうか。これ強化していくと、あ、次、レベル9で、さあ、7秒とかになるのか。あー、これ、どんどん、長くなるのか。はい。なので、タウンホール11はもう、ウォーデンのエターナルトーム優先っすね。マジで長いわ、それ。ケースケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は、概要欄に貼ってある、クランメンバー募集の動画をご覧ください。ということで、今回はね、ツイッターでいつもね、海外のね、公式情報をね、和訳して発信してくださってる、黒字さんのツイートまとめですね。皆さんが気になるヒーロー装備、はい、装備資源の、情報ですね。いろいろ話していきました。いや、ほんとね、まあ、これからもイベントで獲得しやすくしてくれると思いますし、あとはゴールドパスでもね、並ぶんじゃないかなと思ってんすよね、パスでも。あとはま、クランゲーム、あとはクランリーグか。でも、並んでくるようになると思いますんで、まあ、今後のね、公式さんのね、アップデート、楽しみに待っておきましょう。で、あとはね、ガンガンね、公式さんにね、公式ツイッターの方とかでも、ガンガンリプ飛ばせばね、なんか、いろいろ響いてくれるかもしれません。はい。ということで、コーヒーカーガードがほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとはね、この動画面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、友人やクラメンニシアの方よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。